人間失格は、小説家、ダザイ・オサムによる、中編小説。ビヨンの妻、ハシレ・メロス、社用に並ぶダザイの代表作の一つである。1948年3月より書き始め、5月12日に、脱行した。ダザイは、その1ヶ月後の6月13日に、山崎と三重と共に、玉川上水で、受水自殺した。同年、雑誌。 展望6月号から8月号まで3回にわたって掲載された本作品は著者志望の翌月の7月25日、ちくま書房より短編、グッドバイと合わせて刊行された。定価は130円。他人の前では面白おかしくおどけてみせるばかりで、本当の自分を誰にもさらけ出すことのできない男の人生をその男の視点で描く。 この主人公の名前は、ダザイの初期の小説、道家の花に一度だけ登場している。戦後の売り上げは、新潮文庫版だけでも累計発行部数670万部を突破しており、夏目漱石の心と何十年にもわたり、累計部数を争っている。連載最終回の掲載直前の6月13日シニアに、ダザイが自殺したことから、本作は、 遺書のような小説と考えられてきた。実際、本作の後に、グッドバイを書いているものの未完であり、完結作としては、本作が最後である。体裁上は私小説形式のフィクションでありつつも、主人公の語る過去には、ダザイ自身の人生を色濃く、反映したと思われる部分があり、自伝的な小説とも考えられている。しかしながら、ダザイの死により、その真偽については、 不明な部分が多い。このように、一書と受け止められていた本作は、勢いに任せて書かれたものと長く信じられてきた。この定説を覆す転機となったのは、1998年5月23日に、遺族が発見した B5 版200字詰めで157枚に及ぶ総工を公開したことである。これら総工では、言葉一つ一つが何度も遂行されており、 内容をネリにネリフィクションとして想像した苦労の跡が随所に伺える。作中で大場洋蔵の手記とされるのは第一の手記、第二の手記、第三の手記であり、最初の端書きと最後の後書きは私の体験談とされている。当初、第一の手記の原稿では主人公の一人称は私であったが、途中で書き直され自分となり、 結果的に式全体にわたりその一認証が使われた。この書き出しから始まる文章は、幼年時代、学生時代、奇怪な写真の三様の写真を見比べている。その様子が、第三者の視点で書かれている。この書き出しから始まる。自分は、人とは全く違う感覚を持っており、それに対して混乱し発狂しそうになる。それゆえにまともに人と会話ができない、自分は、 人間に対する最後の求愛として、同系を演じる。だが、その言い,い争いも、自己弁解もできない、自分の本性は、女中や下男に侵されるという大人たちの残酷な、犯罪を語らず、力なく笑っている人間であった。結果的に、自分は欺き合いながら、清く明るく朗らかにあるいは生きうる自信を持つ、人間たちに対する、難解さの果てに、 誰にも訴えない孤独を選んでいた。中学校時代、自分は同家という自らの技術が見抜かれそうになり、恐怖する。その後、旧成高等学校において人間への恐怖を紛らわすために、悪友、堀木により紹介された酒と、タバコとインバイフと、左翼思想とに浸った。これらはすべて、自分にとって醜悪に見える人間の営みから、一時の解放をもたらすものだった。 しかし、急激に環境が変わることにつれて様々なしがらみから逃れがたくなり、結果として人妻との温かな人世の後に彼女と心中未遂事件を起こす。しかし、自分、和人が生き残り、自殺法除罪に問われる。結局、基礎猶予となり、父親と取引のある男を引き受け人として釈放されるが、混乱した精神状態は続く。 罪に問われたことをきっかけとして、高等学校を奉公になり、一時引き受け人の男の家に登留することになるが、男に将来どうするのかと詰め寄られて、自分は家出をする。それをきっかけに、小持ちの女性や、バーのマダムとの破壊的な女性関係にはまり込むことになり、自分はさらに深い絶望の淵に立つことになる。しかし、堀木とのやり取りを経て、世間とは、 個人ではないかという思想をめいたものを持つと、世の中に関する用心が和らぎ、漫画家となりルバイアートの宿を挿入するようになる。しかし、酒を止めよという一人の無垢な女性と知り合い、結婚し一時の幸福を得る、自分であった。二、だが、罪の退義後について堀木と対話する中で、キョードルドストエフスキーの罪と罰が頭をよぎった直後、彼女は出入りの商人に侵される。 怒りでもなく、嫌王でもなく、また、悲しみでもなく、ものすごく、それも、墓地の幽霊などに対する恐怖でもなく、神社の杉子立ちで白衣のご神体にあった時に、感ずるかもしれないような、古代の荒々しい恐怖感と表現される、清算な恐怖に襲われ、あまりの絶望に、アルコール飲料を浴びるように飲むようになり、ついにある晩、たまたま見つけた彼女が、密かに用意していた。 睡眠薬を用いて、発作的に再び自殺未遂を起こす。なんとか助かったものの、その後は体が衰弱してさらに酒を飲むようになり、東京で大雪の降った晩ついに活血する。薬屋で処方されたモルヒネの注射液を使うと、急激に調子が回復したため、それに味を占めて幾度となく、使うようになり、ついにモルヒネ中毒にかかる。モルヒネ欲しさのあまり、 何度も薬屋から付け払いで薬を買ううちに、のっぴきならない額となり、ついに薬屋の奥さんと関係を結ぶに至る。その自分の罪の重さに耐えきれなくなり、自分は実家に状況を説明して、金の無心の手紙を送る。やがて、家族の連絡を受けたらしい引き受け人の男と法力が、やってきて、病院に行こうと言われる。 行き先はサナトリウムだと思っていたら、脳病院へ入院させられる。そして、断じて自分は狂ってなどいなかったと主張しつつも、他者より狂人としてのレッテールを貼られたことを自覚し、自分は、もはや人間を失格したのだ、と確信するに至る。数ヶ月の入院生活の後、故郷に引き取られた、自分は、廃人同然となり、不幸も幸福もなく、老女に侵され、 ただ時間が過ぎていく。それは今まで阿弥教官で生きてきた、いわゆる人間の世界において、たった一つ、心理らしく思われた。人年齢では27歳を迎えるも、白髪がめっきり増えたので大抵は40歳以上に見られると最後に語り、自白は終わる。後書きで私がマダムと会い、小説のネタとして提供された、はぐらの出記と写真を見て、 そのきっかいさから熱中する。私がマダムにハグラの安否を尋ねると不明であると告げられる。そしてマダムはお父さんが悪いと言い、ハグラのことを神様みたいな良いいこと語り、小説は幕を閉じる。外国語訳はドナルド・キーンの英語訳などが有名であるが、海外ではこの作品は少年への性的虐待を表現した小説であるともみなされており、宮地久子が マイクルーに自身の所属するグループで読んでもらったところ辛くて読めないという人まで出現したということをリチャード・ガートナー・著、少年への性的虐待男性被害者の心的外傷と精神分析治療の日本語訳解説で語っている宮地久子はエルド・モースが親子関係の進化子供期の心理発生的歴史学でウバからの性的虐待の歴史を研究していることに 日本では女性による性的虐待が性被害とみなされにくいこともあって、少年への性的虐待が別の観点から研究されているのではないかと指摘している。2007年6月に出版された、集英社文庫の真相版では、週刊少年ジャンプで連載する漫画家、小畑健が表紙画を担当したことで中高生を中心に話題を呼び、 発売から1ヶ月半で7万5千部という近代古典文学としては異例の販売数となった。2009年10月には日本テレビ系にて上記の集英社文庫の企画で6作品のカバーイラストを担当した漫画家たちがキャラクター原案を担当するテレビアニメ青い文学シリーズが放送され、その中の一作としてアニメ化された。 キャラクター原案は表紙を担当した小畑健である。2010年に同小説の映画が公開された。同小説の映画化は初めての試みである。太宰治の生誕100年を記念して2009年5月に新と源次郎監督が映画化を発表。クランクインは同年7月。2010年2月20日全国主要映画館にて封切りされた。 主演は、幾田東馬。キャストスタッフ2009年10月10日より、日本テレビ系列にて放送された、青い文学シリーズの中の一作として放送。2009年5月4日に、J、J-Wave で、アート・オブ・ワーズ、桜井翔の人間失格を放送。桜井翔主演。ラジオドラマの他に、井瀬直樹 VS、桜井翔のスペシャル対談も放送された。 人間失格を原作とした漫画作品。ありがとうございます。